こんにちは、読者の皆さん。今日は大谷翔平選手に関する最新の話題を深く掘り下げ、今後の起用方法について詳細に分析していきます。特に外野手としての復帰や、今季中の投手復帰の可能性をめぐる様々な議論を取り上げ、チームの状況、ファンの期待、そしてリスクについて多角的に検討します。話題の中心となっているのは、ドジャースの苦境と、それに対する大谷翔平選手の可能な役割です。ここからは、それぞれの要素を詳細に分析し、チームの未来と大谷翔平選手のキャリアにどのような影響を与えるかを見ていきましょう。ドジャースの深刻な投手不足とその影響。まず、現状のドジャースは深刻な投手不足に直面しています。ここ数試合、チームは42失点という壊滅的な状況に陥り、平均7失点という数字が示す通り、防御力が著しく低下しています。この背景には、チームのエース級投手たちの相次ぐ故障があります。特に右肘を痛めたグラスノー選手は今季絶望とされており、さらにカーショーやストーンといった他の主要投手もまだ復帰のめどが立っていません。これにより、チームは非常に厳しい局面を迎えています。この投手危機を前に、一部のファンやメディアは、投手、大谷翔平の起用を期待する声を上げていますが、それは現実的ではありません。大谷翔平選手は昨年、右肘靭帯の修復手術を受けており、今季中の投手復帰は不可能だとフリードマン編成本部長も明言しています。実際、大谷翔平選手自身もリハビリ中であり、無理な復帰は肘への大きな負担を伴うため、リスクが非常に高いとされています。外野手としての復帰の可能性、投手としての復帰が難しい中で、外野手としての起用が噂されています。大谷翔平選手はエンゼルス時代、外野手としての経験を持ち、特に2021年シーズンには左翼と右翼でプレーしました。また、彼は守備練習を行い、リハビリの過程でブルペンでは150キロ近い球を投げていることが確認されています。しかし、外野手としての復帰にもリスクが伴います。特に、外野からの強い送球や、無理な体勢でのプレーは、再び肘に負担をかける可能性があるのです。このリスクを考えると、チームやファンの間で意見が割れています。外野での起用は、プレーオフでの攻撃力強化のための手段としては現実的ですが、それが大谷翔平選手の長期的なキャリアにどのような影響を与えるかという点が重要です。仮に大谷翔平選手が外野で再び肘を損傷した場合、彼の二刀流のキャリアは終わりを迎える可能性があります。ここで無理をさせることは、大谷翔平選手自身の未来を危うくする行為であり、チームとしても慎重になるべきです。DH としての起用とチーム戦略。現在、大谷翔平選手は主に指名打者 DH として出場しており、彼の打撃力はチームにとって非常に重要な存在です。今シーズンの彼の成績は目を見張るものがあり、打率290、47本塁打、106打点という圧倒的な数字を記録しています。特に本塁打ではリーグトップ、打点でも2位につけており、ドジャースの打線を牽引する存在です。一方、正捕手のスミス選手も DH としての出場を望んでおり、チーム戦略上の課題が浮き彫りになっています。特に、スミス選手は捕手というポジションの性質上、守備負担が大きいため、休養を取りつつ打撃に集中できる DH としての起用が理想的とされています。しかし、大谷翔平選手の圧倒的な打撃力を考慮すると、スミス選手を DH として起用するよりも、大谷翔平選手を継続して出場させる方がチームにとっては効果的でしょう。ポストシーズンに向けての選択。ポストシーズンが迫る中、ドジャースは攻撃的な布陣を取る必要があります。現時点で投手陣の強化が期待できない以上、チームが勝ち進むためには、強力な打線で相手を圧倒するしか方法がありません。このため、打力に秀でた大谷翔平選手を外野で起用することで DH のポジションをスミス選手に譲り、攻撃力を最大化するという戦略が検討されています。しかし、ここで重要なのはリスク管理です。大谷翔平選手が肘に再び負担をかけることで彼の将来の投手としての可能性が失われる危険性があるため、チームはこの点を慎重に考慮する必要があります。また、
ポストシーズンにおいて大谷翔平選手がコンスタントに活躍できるかどうかも未知数です。短期決戦では、調子の良い選手を優先的に起用することが勝利への鍵となるため、外野手としての大谷翔平選手の起用がどれほど効果的かは慎重な判断が求められます。ファンとメディアの期待。ファンやメディアの間では、大谷翔平選手の外野手起用に対する意見は賛否両論です。多くのファンは、大谷翔平選手が外野で活躍する姿を見たいと期待していますが、その一方で、無理な起用による怪我のリスクを懸念する声も少なくありません。特に、大谷翔平選手の二刀流としての才能は彼の魅力の一つであり、今後もその能力を維持するためには、慎重なアプローチが必要です。結論、今回の議論を通じて明らかになったのは、大谷翔平選手が今後のドジャースにとってどれほど重要な存在であるか、そしてその起用方法に関するリスクとリターンです。投手としての復帰が現実的でない一方で、外野手としての起用もリスクを伴うため、チームとしては大谷翔平選手の将来を見据えた慎重な判断が求められます。ポストシーズンに向けて、どのような選択がなされるのか、今後の動向に注目が集まるところです。読者の皆さんも、これからのドジャースと大谷翔平選手の活躍に期待を寄せて、引き続き応援していきましょう。